184センチ85キロという右のバッターボックス。今日マーティーブラウン監督は今シーズン初めてこの鞘師をスタメンに起用してまいりました。ちょっとタイムがかかりました。風が強いんで、あ、ハプニングアクシデントです。にゃんこ入場です。昔から横浜スタジアムって ね猫が出るんですよ ね。これがなかなか捕まえられないという、このおにゃんこ全力疾走で逃げ回るんでありますが、ジャンプカメラマン先に消えていってしまいましたが、グラウンドに入ってくるとまた大変。今度はスタンドへ。実況山田徹、この猫の逃走劇を今中継しております。なんちゃって高木さん、本当に、まあ、スタンドの方がいいです ね。食べ物が落ちてるかも分かりませんからね。なるほど、グラウンドは危ないですよ。そうですね、はい。